はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、埼玉県熊谷市に来ております。本日ですね、向かうお店なんですが、もちろんデカ盛り店ということで、ネットでね、いろいろと調べたところ、唐揚げ、そしてもつ煮がね、推しのメニューらしいんです。このね、熊谷にはもつ煮がね、結構有名なお店さんも多くてですね、絶対に美味しいということで、そのあたりのね、定食を大盛りにしつつ、まあいろいろとね、楽しんでいこうと思っておりますが、現在ですね、時刻が10時過ぎということで、もちろん本日も何も食べておりません。オープンからですね、お邪魔させていただく連絡はしておりますので、開店と同時にですね、その美味しい料理でお腹満たしていきたいと思います。よし、じゃあ行きますか。やべえな、むちゃくちゃ腹減った。今の撮影時期がお盆でして、がっつりとお盆最中なんですよ。数日前まで海に2泊3日泊まりに行ってまして、3日間ねマジで食いっぱなしだったのよやっぱりね、海といえば肉食おうということで、ホットプレートでお肉を焼きつつね、がっつりと酒飲みながら、もう本当に暴飲暴食の限りを尽くしたんですけれども、しばらくねやっぱ帰ってきてからお腹空かなかったのよ。だからここ1日2日間ぐらいはかなり小食な生活をしてたのも相まってですね、今日はものすごくお腹が空いております。3日ぶりのがっつり飯というかスタミナ飯なので、今日はちょっと調子乗って注文しすぎないように気をつけないと。もうそろそろお店の付近なんで見えてくるはずなんですけど、お店見えましたね。はい、到着しました。ということで本日はお伺いするお店到着しました。本日はこちら、熊谷にございますわっしょいさんでございます。このね、お店さんの立地的にラグビー場が近くにあるみたいで、やっぱりねガツンと食べるお客様が多いらしいんですよ。ですのでね、多分そっからデカ盛りが生まれたんじゃないかなと思いますけれども、店頭の看板見るとね、いろんな気になるメニューありすぎまして、道中では唐揚げともつ煮を食べようなんてお話をしましたけれども、店内に入ってメニュー表を見てからね詳しく決めましょう。まあ、まだまだね、ちょっと開店まで時間がありますので、もう少々駐車場の方で待ってね、オープンと同時に食べに伺おうと思います。ということでですね、営業開始しましたので早速中入っていきましょう。よいしょ、すいません、お願いします。ありがとうございます。店内唐揚げのめちゃくちゃいい匂いするわ。ということで、ただいまこちらわっしょいさんの店内に入ってるんですけど、やばいな、ちょっとマジで決めかねる。先ほど見ていたね、こんな感じで表看板の定食メニューもあるんだけど、それ以外にですね、ちょっとこんな感じで単品メニューなんかもあったりして、最初はね定食でがっつり何品か食べようかなと思ったんだけれども、定食プラス単品でおかず注文しちゃいますか。悩むなこれ。あ、すいません、シェラドデカ唐揚げ定食、ちょっと大盛りとかってできますか。シェラそれの大盛りにタルタルソーストッピングしていただいて、であと熊谷スタミナ丼、これも大盛りと、あと単品でもつ煮いただいてもいいですか。はい、お願いします。いや無理、マジで決めかねるうまそうすぎる。ちなみになんだけど、今ねオープンして間もなくですよ。もう駐車場もねかなりお客様いらっしゃっていて、店内はもちろんなんですけれども、先ほどお話ししたねテイクアウトメニュー、これねお持ち帰りでお弁当を買われる方も多いみたいでして、平日だと数量限定にはなりますけれども500円弁当も販売していたりですとか、こんな感じで写真見る限りも器にね収まってないぐらいのとんでもないデカ盛りの、おかず系なんかもね多数ありますので、ぜひですねちょっと店内以外でもわっしょいさんね、みんな来ていただきたい。本当はねこの動画で弁当を収めるのがいいんだけれども、絶対食いきんないから今日はねしっかりといいといいんで楽しみましょう。あ、すいません、ありがとうございます。お、デカということでですね、本日注文させていただきました全商品完成しました。やばい、めっちゃうまそう。早速ねちょっと出来たていただいていきたいと思います。いただきます。
やっぱりね、今日ね、正直一番食べたかったのは、ここのでっかい唐揚げ。このでっかさなんですけど、カメラ越しで伝わってるかな？まあ、箸、手で比較するとわかると思うんだけど、本当にね、拳よりも気持ちちっちゃいぐらい。まあね、持った感じからサクサク。いただきます。米合う。しっかりね、下味ついてるんですけど、それ以上にね、このお肉自体の肉汁すごくて、噛んだ瞬間マジで溢れる。やば、この定食自体大盛りで注文しましたけど、米がマジで丼から触れそう。ちょっと出来たて熱々といえば、もつ煮もいっちゃいますか。これね、別途今回は単品で注文したんですけど、単品でも並々でございますよ。こちらの和食さんはもちろんね、アルコールも提供してますので、このもつ煮の量1品だけで3杯は飲めるね。うわ、もつ柔らかそう。うまっ。ああ、だし出てんな。うまっ。ああ、ダメだ。すげえお酒飲みたくなってきた。これとね、ビールまたはハイボールと合わせたら最高にうまいと思う。地元の人、羨ましい。もつ自体も臭みないし、柔らかいし、これ絶対丁寧に煮込んでるんだろうね。苦手な人でも美味しいって言うと思う。ダメだ。食欲が止まんない。ちょっとこれね、ご飯に合わせるために、付け合わせのマヨネーズも、添えちゃいましょうか。ダメだ、米が止まんない。欲張りすぎた。一個マジででかい。僕もね、大食い界の中では結構一口というか、お口自体がでかい方だと思うんですけど、ここの唐揚げはね、一個につき二口じゃないと食べきれない。というか、二口でお口パンパン。どでか唐揚げだと、まあ、今回はね、5個入りですけれども、もちろんハーフと、3個入りのものもありまして、普通の方は多分3個入りで、腹パンパンかもしれないな。基本的にご飯もそうだけど、おかずの盛りがすっげえ。この唐揚げすげえ好みだな。そしたらただいまね、ご飯残り大盛りもこんなもんなりましたので、これセルフでもつ煮丼やっちゃいますか。このね、もつ煮自体も味濃いわけじゃなくて、本当にお出汁系というか、もつ自体の旨味も染み出てるし、割とねあっさりめではあるので、最後これ締めには最高でしょう。
うまものすごいよ。うん、そしたらただいまですね、こちらもつ煮と白いご飯を完食させていただきまして、残すところはもうこんな感じと。ちょっとね、唐揚げは残しつつスタミナ丼いっちゃいましょう。これもさ、絶対うまいよね。これですよ。たまんなくないですか。せっかくですからこの卵黄も、うわ、絡めつつ、うまいわ、うまいわ。うん、このね、スタミナ丼のお肉はもつで、ニンニクの芽が入っておりまして、このガツンとしたね、ニンニクの香りもしつつ、もつのうまみと、でこれに絡まる卵黄ですよ。うまいに決まってるじゃない。あっこい、あっこい、でもあっこい。そしたらこのあたりでですね、これ追加でトッピングさせていただきましたタルタルソースですね。これね、ちょっと後ほど唐揚げにもつけるとして、このスタミナ丼よ、まずはこっちに行きたかった。これ断然個人的にはトッピングした方が好き。このね、ベースのスタミナの具材に関しては甘辛い味付けというよりかはしょっぱめの味付け、お醤油系のいい味なので、このね、タルタルの甘みを足すことによって、なんかね、より食欲が湧いてくる。うまっ。あっこい。そしたらここにね、さらに味変で七味をかけつつ、いや、なんだかんだこれあっという間にやばっちゃうな。やっぱりね、いろいろと数日我慢した後のこのがっつり飯は最高にうまい。そしたらそろそろこの最後のね、唐揚げちゃんにタルタルいっちゃいますか。うわー、うまそう。いや、もうこれ最後か。うまった、ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちらわっしょいさんで、気になったねメニュー、定食でいうと2品、それ以外にも単品を1品注文させていただいて、合計で3品ですね、いただきましたけれども、うまかったね。いや、バリ終わった。もともとね、こちらのわっしょいさん、ネットの方でもずっと見ていて気になっていたお店ではあったんですけれども、先ほどちょっとね、お店の方にお伺いしたところ、昨年の、9月からで今年の6月まで休業していたらしいんですけれども、6月にですね、営業を再開されたということで、おそらくまあ動画公開する頃には再開開始から約2ヶ月3ヶ月ぐらい、経ってるようなね、時期かなとは思いますけれども。いや、やっと来れてよかったよ。もう本当にうまかった。今回いただいたメニューに関しては、事前にね、ネットで調べたりすると、一番上の方とかに出てくるような代表的なメニューをね、注文したつもりではありますが、それ以外にですね、ロングヒレカツだったりとか、ビッグチキンカツだったりとか、まあ、腹ペコにはね、嬉しいようなメニューも多数ございます。それ以外にもですね、先ほどからお話ししている通り、アルコールなどの提供もしておりますので、こういったスタミナ飯、そして揚げ物等ですね、一緒に美味しいビールやハイボールね、皆様も食べ飲みに来てみてはいかがでしょうか。いや、熊谷は最高でございました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。Jenny.